マイロギーなんでやねんでございます。2021年の11月8日月曜でございます。2022年優勝日本一に向けて、なんでやねん佐々木チャンネルはですね、もう阪神タイガースの最新情報にバシバシ突っ込んでいきますんでですね、皆様よろしくお願いいたします。毎日阪神タイガース速報お伝えしていきますんで、楽しみにしておいてください。今日は2つあります。そのうちの1つ目が、こちらです。2022年、タイガースの組閣どうなるということでですね、早速ですね、来季組閣について、ニュースが上がってきてますんで、皆さんにお伝えします。まず、こちらですね、阪神矢野監督ら主要ポストは続投の見込み、17年ぶりリーグ優勝へ一連卓勝という記事、このような記事が出ております。こちら日刊スポーツが配信した記事でございます。概要欄に詳細が載ってますんで、よかったらそちらチェックしてください。そしてもう一つ、阪神二軍バッテリーコーチにノムさんの息子野村克典氏、矢野監督とは元同僚と。こちらも日刊スポーツから上がっております。そして阪神克典氏、藤井康雄氏に入閣要請、稗田解消&野村の DNA 注入へということで、こちらデイリースポーツさんが報じております。続きまして、阪神野村克典氏の招聘検討、現楽天育成保守コーチ、来季巻き返しへ野村の考え注入。こちらサンスポさんの記事も載っております。阪神2軍バッテリーコーチに野村克典氏招聘。2軍打撃コーチには元オリックス藤井康雄氏。こちらはスポニチ。スポニチさんが報じております。そしてラストですね。こちらは別の方のお話が載っておりました。阪神やっぱりミスで CS 敗退。接種撲滅へ。河合正宏氏の臨時コーチ再登板プランが浮上へ。こちらは東スポが報じております。概要欄に詳細貼らせていただいておりますので、ぜひそちらをチェックして、夜ね、夜の10時からのライブにお越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。YouTube の動画やねんからね、そっから詳細教えんかいなんでやねんとか思うかもしれないですけど、題目を知ってるというだけでも、ね、変な話、テストに出た時でも、皆さん対応できるもんなんでね、まずタイガースで今日何が起こったかっていうのをざっくり掴んでおく。その上でタイガースに対してどう思ってるかっていうことをディスカッションすることによって、あなたの阪神タイガース愛はより深まるものなので、そういった形の動画にしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、阪神の最新情報をまとめてチェックしときたい方は、このチャンネル、高評価、チャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。以上、なんでやねんでございました。せーの、なんでやねん。